はい。皆さんは、こんばんにちは。そして、バルファラへいらっしゃいませ。というわけで、バルファラの続きをね、やっていくよ。浅戸くみきです。これでいいのかな？セーブが完了しました。引き続きゲームをお越しください。セーブ。セーブ。アルマさんが、アルマさんとドノバンさんがね、来てくれやしたが。さあ、後半はどうなるんだ？ふん、チャンネル変える。わらわら。わらわら、パチパチ。それだけか。だけ。あ、マス戻ったんですね。ああ、留守にしててすまなかった。何をしてたんです？ BTC の地域支配人のブライアンたちと打ち合わせをな。何か問題でも？特に問題があるわけじゃない。近いうちに閉店することを除けばな。閉店はいつになりそうです？わからん。ブライアンが言うには書類業務や整理があるから、あと数ヶ月は大丈夫だろうということだった。そうですか。お前のことも話しておいた。私のこと？そうだ。お前の失業期間が長引かないように、便宜を図ってほしいと頼んでおいた。可能ならここが閉鎖された後にできるだけ早く別の店を見つけてやってほしいとな。あ、慰めになるかわからんが、ブライアンは今回のことで私たちよりも腹を立てていたようだったぞ。ワルガラはこの地区で俺の頭痛の種になかった。唯一のバーなのにそれを閉店するなんて。だと。ギルはどうなります？そうだな。実はギルのことが一番心配でな。あいつは以前ここで働いていた別の男の資格を譲り受けて働いているんだ。別の男？宇宙浮遊薬を買ってビルの屋上から飛んだ男だ。ああ、あれは本当の話なのか。随分遠回しな言い方ですね。それはともかく。ギルの職探しは難航しそうだ。ギルって何者なんです？うっすらと心当たりはあるんだが、今はまだパズルのピースを組み合わせているところだ。はい、仕事に戻れ。店がなくなるからといってサボっていい口実にはならんぞ。はい。みんな分かってやってるんだよな。俺に聞こえてるって。どこか見覚えがあるな。すまん。私、ここが、VA11 のホール A とかいうバーか。誰？ すごい人来たよ。猫耳。猫耳の片目シャリンガンみたいな人。そうです。ようこそバルハラへ。そうか、セイのやつ、今度は何を企んでいる？何かおっしゃいました。世の女たちの講義を受けて名前が変わったというカクテルを飲んでみたい。作ってくれるか？ええ。講義を受けて名前が変わったカクテル。なんてやつだよ、それ。どういうことっすか？どういうことっすかね。なんだろうね。え？わかんない。普通にわかんないんだけど。これかな？ピアノウーマンじゃないの？もともとプリティーウーマンという名前だったってことはそうだよね。5。12345。12。123。熟成のミックス。余った。これ入れてねえよ。熟成のピアノウーマン、どうぞ。
こちらになりやす。なりやす。申し訳ない礼を言うぞ。星をご存知なんですか？私はステラ、星ステラさん。いいご、お見知りおきよ。さ、星の知り合いだ。以前ここに来たんだって？ええ、よかった。星が前回これを忘れていったので。ヘルメットかぶってる、ホワイトナイトさんでしょ？やれやれ、あいつめ。またヘルメット置き忘れたか。また。初めてじゃないんですか？この3ヶ月というものは、あいつのヘルメットはありとあらゆる種類の人間に拾われている。注射系、看護師、葬儀屋、大道芸人。もっけの最愛ですな。誰もがヘルメットを返してくれた。そんなにたくさんの人が。星はドジっ子だが、人当たりがいいからな。だが、ああ見えて本気を出せばものすごく有能なんだ。へえ。じゃあ、彼女にこの店のことを聞いて。今日ここで待ち合わせているんだ。なぜここで、ここを待ち合わせ場所にしたのかわかる気がする。あいつが好きそうな店だ。はあ。ああ。はあ？ぬげ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 、あのグラスにあるのはキラミキのサインか、キラ星ミキなのかよくわかんないですけど、あのグラスは会話のいいきっかけになるみたいね。ええ、そうです。どこで手に入れた？昨日コンサートの前にここに寄ってくださったんです。え、嘘、本当？どうしたお前。ファンか。つまりここに来たと？ええ、素敵な方でしたよ。見てもいいか？ええ、どうぞ。確かにこの星形のサインは彼女のものだ。ここに書いてあるジルというのが私です。羨ましい。返すぞ。ステラさんは彼女のファンなんですか？ステラと呼んでくれ。そうだ。彼女の歌を聴くといつも元気が出て幸せを感じる。チケットを取れなかったのが返すも返すも無念だ。ものの数分で売り切れてしまったからな。だが次回のコンサートのチケットは運よく数枚確保できたぞ。ちょっと失礼する。もしもし、おい、一体どこにいるんだ。せいだな。交通事故。処理を手伝っているのか。しばらくかかりそうか。わかった。はいはい、心配するな。せいから？そうだ。お待ちになりますか？なあ、待っている間にもう一杯もらおうか。公安署が親友に捧げるために作ったというカクテルを頼む。わかりました。友人に捧げるためにか。ガットパンチ。ガットパンチしてやる。それは違うだろうな。このカクテルはバーピアニスト組合やその還元組合の意見を代弁しているわけではない。ピアノマン、まあいいやこれで。どうぞ。こちらのことでしょうか。そうそう、これで合ってた。合ってた。ありがとう。一つ聞いてもいいですか。込み入った質問かもしれませんが、私の目のことではないだろうな。その車輪が違います。というか違うと思いますけど、キャットブーマーのお客様はあまりいらっしゃらないもので、それでちょっと疑問に思っていることが、キャットブーマーという人種らしいですね。その施設を受けたのは病気だったからですか、それとも流行って
流行っていたから、私は体内にいる内カスで、体内にいる内からすでに七和神拒絶症と診断されていた。七和神拒絶症の基礎だ。だから手術せざるを得なかった。でなければ生まれて、生まれ落ちてすぐ死んでいただろう。そのせいで今も少し体が弱い。そうなの。出過ぎたことを聞いてすいません。構わん。両親が流行に流されたたけというお買いを解けるなら大歓迎。アクティアに詳しいようだな、ジル。このレシピ本の他にも何冊か読んでいるからかもしれませんな。アルコールが好きなのか。ええ、普段飲むのはもっぱら缶ビールですけど。でもお酒の色とか、なんだっけ、とか、なんとか話、それから保管方法やデザイン、そういうのが好きなんです。なるほど。そういうことを言うとなんだかバカっぽいですけど、そんなことはない。酒のコレクターというわけか。まあ、そうですね。おじいちゃんのコレクションがあって、それにちょっとずつ自分で買い出していってるんです。借金があるから少しずつしか増やせないんですけど。セラ、あなたはアルコールがお好き。こうしてバーにいることが答えだ。違うか。まあ、普段は付き合いで飲むことが多いが、誰かと一緒でなければさほどは飲まない。なるほど。ごめん、ちっこく。いらっしゃい。ずいぶんゆっくりだったじゃないか。ごめんごめんご。重大にも捕まっちゃって歩いた方が早いかなって思ったの。運よく近くに非常階段付きのビルがあったから、階段を駆けて降りてきたんだ。駆け降りる。どういうことよ。屋根でも登ってきたのかい。だろうな。じゃなきゃ考えられん。エアキャブで来たからエアキャブかよ。ああ。私なら地上のタクシーを使うが、まあ安全第一で何よりだ。安全第一？まさか、空飛ぶタクシーの方がずっとかっこいいでしょ。空飛ぶ車でお前が乗り物酔いしないのはなぜなのかな。理由が分かったら真っ先に教えるね。とりあえずステラが次に飲むのと同じのをもらおうかな。そうだな。次に頼むカクテルは、またやってるの？あなたが嘘かけみたいな注文するから、いつも変なお酒を頼む羽目になるんだよ。飲む羽目。バーテンダーにベストを尽くしてもらいたいんだ。こういう注文にもちゃんと答えられるようになってもらわないとな。そんなことしてジルが困ってるじゃない。かわいそうに。どうかな。彼女は今のところとてもよくやっている。本当に？ありがとう。まあいいや、何か普通のやつを頼んでや。じゃあフリージングウェーブラー2つ、一点に2つも飲む。いや、シェアする。シェア、売らずに半分ずつ分けるとか。一人一杯の方がよくない？心配するのは今にわかる。ちょろいちょろい。クレンジングウェーバー出ました。じゃあやっとちゃんとした注文が手に入った。こう熟成のミックスクレンジングウェーバー、グレイジングフィーバー。どうぞ。グレイジングウェーバーを2つどうです。でどうすんの。俺がお前の、これが私の。私が頼むのと同じものが飲みたいと言っただろ。ああ、そういうことは先に言ってはだろうと思うだろ普通。むむむ。ああ、そうだ、これ
あ、私ここに忘れて行ったのね。ありがとう。自分の持ち物にはもっと注意を払うんだな。でも良いもあるし、良いというのは今使っているのが壊れた時や調子が悪い時のためにあるんだ。なくした時用じゃない。あのヘルメットはただじゃない。金がかかってるんで分かっているのか。ごめんなさい。ボタンが押せなくてボスの頭が抜けなくなったっていう話は言った方がいいかな。壊れてる。金といえば、私とお前の銀行で、あの銀行での打ち合わせにはやはり行くつもりなのか。心配？今はやめとこう。心配ではないと言えば嘘になるな。心配しないで大丈夫だって。あんなのただの噂なんだから。噂？明日その銀行で何かが起きるっていう噂があるの。でも最近はどこもビリビリしてるし、噂が本当かどうかもよくわからない。恐怖心を追っていた人たちがそれだけじゃ飽き取らず、ねえママのない噂を撒き散らし始めてるのかもね。昨日なんか暴れ回ってた若者の集団は鎮圧したんだけど、彼らはこの町が爆弾で爆発されるって噂を聞いてやけになってただけだった。もうみんな限界ね。ストレステストをした方がいいんじゃない？そうだな。心配なのはわかるけど、でも行かないと上の命令、上からの命令だから。上からの命令じゃ逆らえないな。でもさ、もし私が誰かに襲われたとして、相手に勝ち目があると思う？お前は確かに強いが、しかし、じゃあ自分の身を守れるものを持っていくよ。何があっても大丈夫なようにめちゃくちゃ強いんだね、セイさん。どんだけ強いんだ？それで安心した。まあな。それで私が無事に戻ったら二人でアイスを食べるの。そしたらストレスなんか全部吹っ飛んじゃうでしょ。わかった。向かいが来たようだ。セイ、お前も帰るか？もう少し残る。わかった。じゃあ気をつけろよ。じゃあね。もう心配性なんだから。あなたのことをすごく気にかけてるってことですね。それについては間違いないね。ところで、私のヘルメットをどうしてベーコン臭い？ベーコン。え？ベーコン？ああ、いや別にいいんだけど、どうしてかなって。匂いを吸収しやすい素材でもありますし、きっとカクテルの材料の匂いを吸ったんでしょう。そっか。ホワイトナイトを解散させると主張している無政府主義グループのせいでピリピリしているって噂ですけど、それは信じてますか？本当のこと言うとちょっと心配。うちの部署にも怪しい商売の手を出している人がいる。あまり首を突っ込みたくはないけど、怪しい商売。把握しているところだと人身売買業者やドラッグの売人から賄賂をもらって目こぼししているとか、逮捕されるのはそんな連中を裏切った者だけ。なんてことを言う人もいるぐらい。ステラはいつもこう言ってる。ホワイトナイトは見かけだけ立派で中身は所詮デパートの警備員と変わらないって。だから怪しい商売が行われてるってことが疑いの余地なく証明されてしまったら、財団コーポレーションかはホワイトナイトを見捨てるでしょ。財閥コーポレーションね。そしたら財閥のイメージが落ちて、財閥の協力者たちは BTC に走る。ありでそう。そうね、だから心配なの。この仕事好きだから。同じような不安が上層部にも、ベンチをバイバイしてるみたい。
最近なんていうかそわそわしてて。ずいぶん政治的なんですね。そう、頭が痛くなるくらい。私はただ困ってる人たちを助けたいだけなのに。え、ああ、それが正義というものなんだよ。部署内の政治とか余計なことを考えずに仕事に集中して。明日銀行で何をするんです？うちの大佐、大佐。大佐が支配人に情報を伝えようとしてて、私が選ばれたの。お前は僕が作ることを人よしだからな。間違ったメッセージを伝えることはないだろうって。でも私を信用してくれてるからだと思う。なるほど。じゃじゃーん、ドルシーちゃんがバルガラに帰ってまいりましたよ。また来たよ、お前。一人漫才やりながら店に入ってくるのやめてくんない？他のお客さんに迷惑だから。いいじゃない、みんな大喜びだよ。それに言うほどお客さん入ってないじゃない。ギク二日連続で来るなんて珍しいね。仕事前に一杯引っ掛けとこうと思ってお客さんに白いのを引っ掛けてる前に引っ掛けられる。ねえ、飲むなら私に怒らせて。ひゃー、うるしゃ、ありがとう。兄はこの人を見習って、もっと怒ってくれていいんだよ。どうかな？何にしますか？この子と同じものを。じゃあ、パーフェクトなやつにしよう。ブルーフェアリー。二人でいっぱい？一人にいっぱい。了解。ブルーフェアリー二つね。はいはい。どうしもネタなんだから。下ネタの塊みたいなドルシーだな。はい。はい。熟成させミックス。わー。これと、ああ、もう酔わせてちょっと帰らせる。どうぞ。はい。フェアリーを二つ。これすっごくうまし。ね。あなたの髪と同じ青だし。ほんとだ。それであなたのお名前はなんて言うの？スイッ。スイね。私はドロシー。お酒を飲むとすっきり、せいせいするよね。はいはい。せいせい。はいはい。せいせい。せいせいせい。うん。せい、どうして怒ってくれたの？だってあなたがとっても可愛らしかったから。一緒に飲めたら、なーって。あ。まあ、下心なしで怒ってくれる人は多分あなたが初めて。あそこのやりチェンとは違う。はあ。どうして下心がないってわかるの？私みたいな仕事してるとね、どんな合図を見逃さないようにしてるの。この人は全然裏表がない。はあ。どうしてそう思うの？あなたは嘘やごまかしを疑わないタイプ。こう見ればわかる。嘘なんかついても意味ないって考えてる。そんな制服を着てここにいるってことは、あなたは仕事一筋でセックスのことを頭からすっぽり抜けてる、抜け落ちてる、うん、だから私が可愛いから奢ってくれてるだけで、それ以上の意味はないっていうのの信じるよ。ありがとう。せいが初めてだって言うけど、ディールはどうなの？この前チケットをくれたでしょ。誰？ああ、犬といたリリム？あの人は別だよ。ヒューマノイド型の、ふっ。渦みたいな人だったし、ああ、識物？そうか。すっごく感が鋭いんだね、ドルシー。
でも私だって負けないよ。そうなの？そうなの？あなたの体には法律で禁止されている改造がこれでもかってぐらい施されてる。ぎゅ 目がやばい。あなたの人は DNA スキャンを可能な BE-B069 モデル。皮膚は半放射線コーティング。関節は高品質の超軟体モデル。そして何より見逃せないのがその手。手がどうしたの？その服の下にある体がどれぐらい改造されているかはわからない。舌や関節や皮膚なんかは、へえで済む話だけど。でもあなたの両手は、レアルタインダストリーズの MIRT113、 つまり、指先からクラス5の銃弾を 発射できる、でー、ダブルマシンガン。それで？ もう泣きそうなんだけど、どうして。弾道オーグメンテーションを規制する、強化と改良法17条6項。体の一部を改造してクラス3以上の重火器を要する、民生用のヒューマノイドまたは私的生物は、例外なく武装解除を命じられるか、危険地点に派遣される。やだ戦場送り。私はどうするつもり？何も？え？私はただの応急隊員だし、それに今は非番だしね。は。でもどうしてそんな改造したの？女の子は自分で自分の身を守らなきゃでしょ？クラス5の銃弾を発射？どれくらいの威力なんだ？ショットガンぐらい。面倒に巻き込まれた時自分の力で何とかしたいの。それにこの改造は一番目立たないし。と思ってたんだけど、へえ。そういうことならちょっとアドバイスしてもいい？どうぞ。あなたの手が標準の手じゃないって気づいたのは、その指先のせい。不自然に大きいでしょ？指先を使い捨てにできる小型 MOD に切り替えた方がいいかも。もちろん護身用だと仮定した場合の話だけど、日頃から使ってるわけじゃないでしょ？そうね。日頃から使ってるのか、お前は。どうなんだ？そろそろ行かなきゃ。最後にもう一つ。腕や足を狙って一回撃つだけなら正当防衛になる。でもそれ以上は障害になるから気をつけて。そうなの？つまり、腕や足を一回だけ撃つことはいいけど、二発目はダメなのね。一発で、無力化しないとダメだ。頭とか体とか撃っちゃダメよ。はい。またね、ドロシー。またね、ジルー。バイバイ。またのお越しを。しょっぴかれるかと思ったよ。何が起きてるんですか？ここに書いてあるのって結構ネタバレになってるんだよ。しょっぴかれるね。そうなったら3年間再教育を受けられさせられる。再教育を受けさせられる。いいことしてたら2年で済むけど。人を舐めてばかりいるからそうなるの。でも気になることが。何？ DNA スキャンができる舌？すっごい優れもので、大助かり、おまけに振動するから。するんだから、振動するんだからし。超軟、柔軟？超柔軟関節。それは聞かなくてもいいでしょう。
暗放射線コーティング。まだは大事な商売道具ちゃんとお手入れしないと。コーティングしとけば、季節が入ってもうすべすべのままだからね。ああ、そう。それで占い師気取りで一人のことを勝手に推理したりしてるわけ。別に私はただ人を読むのがすごくうまいだけ。毎日いろんなお客を相手にしてるからそのせいかな。それをリリムの口から聞くとちょっとシュールというか。じゃあ私のことはどう見る？んー、そうねー、んー、すっごくめちゃくちゃどうしようもないぐらいいい性欲が溜まってる。ただセックスがしたいとかじゃなくて、もっと深い満足させてほしいと思ってる。あと、それとは別に大きなストレスを抱えている。それが原因であなたは壁を作ってる。多分今の自分を思いに応えてくれない人がいるか、過去に傷ついたことがあるでしょ。だからあなたはまるで人生にもてあそばれたかのような態度をしている。ご主人がボールを投げてくれるのを永遠に待ってる犬みたいに。はあ、合ってますかね。あー、もしかして図星？安心して適当に言っただけだよ。こう言っとけば大体 80% の確実で当たるの。つまり誰にでも当て余るってデタラメってこと。あ、まあなんとかそのうやむや的な曖昧的なことでしょ。まったくどれだけ多くの人が満足されない性欲を抱えて悶々していることか。あなたのことは読めないよ、兄。ポーカーボイスがお上手だからね。でも今のであなたのことがもっとよく分かっちゃった。ラッキー、ラッキー。そろそろ仕事で行くんじゃないの？ああ。でも、私が相手でよければサービスしとくよ。帰れ。はーい。じゃあね、バイバイ、兄。最近の人工知能っていうのは大したもんだな。もう人工ってつけなくてもいいぐらいだ。黙れ、やり。すべて片付いたが。はい。まず、つかぬことを聞きますけど、私が初めてこのバーに来た時のことを覚えてます。契約書を出しに来た時のことか？なあ、覚えてるか？なんだか、今朝からずっと気になってたことがあって、今その理由が分かったんです。あの時ここに入ってきたら、ちょうどギルがボスの腕の、髪から引き抜こうとしていました。ああ、そうだったな。花瓶の中に何かを落としてしまってな。それを拾おうとしていたんだ。何を落としたか忘れたが。それで手を突っ込んだら、瓶だな、瓶。手を突っ込んだら抜けなくなってな。友達の私物だったから壊したくなかった。あの時はどうやって抜いたんだっけ？俺がストローとバターを使いました。そうだった。実に冴えてたな。それでいくと思ったんですけど、その件と、昨日のヘルメットの件、それだけじゃなくて、ボスはよく何かを踏んづけて足が抜けなくなる。どうしてそう、いつもいろいろなものを突っ込んでいくんですか？ハム。それで思い出したけど、以前チーフがでかいサンドイッチを食べようとして、顎が外れて抜けなくなったこともあったな。あとあれだ、テレビが。他のことはともかく、テレビの一件は私のせいではないぞ。組み立て説明書の指示が紛らわしかったせいだ。テレビってこのテレビ？S2 の部品と 5Z の部品をはべ込みにつけてしまってな。それでどうなったかはお前を知っての通りだ。それにしてもジロはなかなかいいところに気がつきましたね。まあな。よし、グラスを洗ったら上がってよし。
まずはこれでちょっとは慎重になってくれといいんだけど。そう願いたいね。そう願いたいね。パーフェクトなサービス。おお、来た。きっと何もかもうまくいくさ。心配するな。どういうこと？今日は何もなかったよな。はい。はいはい。戻ってきたぜー。ジルは会員権を更新した。今日は何の、どのような集中にできるだろう。ああ、そう。ほら、あのサインが本当に好きなんでね。必要なの。必要なんだ。必要なのかどうかわからんがな。ちょっとニュースとか見てみましょうか。ひらみきのブログ。別に更新はされてないね。びっくりマークが更新されてんだろ。アリス。アリス。ああ、やべやべやべ。三人だな。アリスは見たくない。アリスはもう嫌われ者なの？続報がないとだけでは確かに、それでサイバー犯罪部が管理人のケースに突っ込んでいったな。あれ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 。ほなほど、マジか。気味悪いな。気味悪い。なんかあります？何もない。翔くん、絶望した前、クソなんなんだ。無所から出てきたとき、俺もそう思った。あそこは、うんどらないぜ。IP も違うするる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 。みんなビリビリしすぎ、釜掘られたのは管理人だけだろ。そうなのか。こんなクソはゴリゴリだ。公式に来た、何が起こると思う？何も。この前悪い子だったな。あれであいつが面白いよね。どうかな。二度も許すかね。そこには、いたずらべべ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 これ、お前のクソには、もううんざりだよ、スミシーさん。アイスラビットのこういうパターンは、これ、あながち後ずれでもない説の証拠がどこにあるのかって気になるなら気づきをどうぞ。これがサイバー的なテロなのか？これは、ああ、来たー、ひらみきさん。今日この頃人気沸騰中の歌手の秘密に迫ります。彼女はどうやってデビューしたのか、どんな映画が好きなのか、恋人はいるのか、このコンテンツはお住まいの地域ではご覧になります。ふざけんなくさ。見せろ、それを見せるんだ。間違えた。これキンバリーラーベラント。ああ、キンバリーさん。な。暗いメガクリスマスってなんだ。はい。というわけで、まあ、今回は、この辺にしたいと思います。それでは、またのご来店、バルガラの。バルガラのご来店お待ちしております。よっ。